全員なぜ呼ばれたか分かっているな。はい、来るぞ耳ふさげ。え、この大バカ者どもが昼間から酒を飲み生の者たちと乱闘騒ぎを起こすなど言語道断。タルギスさん様、あまりとなるとお体に悪いかと。分かっておるなら問題を起こすな。はっ、誠にその通りであります。本来なら謹慎を言いつけるところだが、作戦の実行に支障をきたすこともあり得るのでな、処分は保留とする。はっ、寛大なご処置、恐悦至極にございます。話は以上だ、下がれ。はっ。なかった。バカほど声が大きいものですわ。耳痛いです。だから耳ふさげって言っただろ。あのヒューイ様、なんだ、どうして怒られたんでしょうか。知らない方がいいと思うよ。ボルボレード要塞で第1、第7西部隊を合流させたインジェラ軍は第4西部隊を要塞防衛に残し、その夜のうちにボルボレードを侵犯。ルーシエラ軍の抵抗を受けることなくレイン川の前方イスパトまで兵を進めた。一方ルーシエラ側もまた最後の防衛線を突破されまいと、レインの対岸、要衝アルビダブに戦力を集結、インジェラ軍の到来を虎視眈々と待ち受けていた。野戦だと。そうや、路上なんかやるだけ無駄や言うてんや。兵力で劣っているんだ、路上こそ最善の。劣ってるから野戦するんや。バカな、籠城し敵戦力を食い止めていれば。忘れんなや、もう造営はないんや。これで方針は決まりだね。だが正面からぶつかったところで勝ち目はない。何か策はあるんだろうな。今連中があるイスワットからここまで来るにはレンガを渡らなあかん。この川を使う。川を？ドカポイントを襲うつもりなの？イスワットからここまではアイロになっとる。ドカポイントは1点。エベルザード。だが、川を止めたところでどうしようもない。確かに、ただの足止めにしかならないよ。誰が川で足止めするユータ。戦うんは連中が川を渡ってからや。渡ってから？まさか。そんまさかや。ええか、説明すんで。さっきも言うたように、イスパトへのトカポイントはエベルザードだけや。連中もこの1点だけを警戒してるやろ。そこでや。どうするんだ。迂回するんだよ、大きくね。そういうことや。まずおとりをエベルザードの後方に布陣させて敵を引きつける。その間に主力は下流のトカポイントを渡り、迂回して敵の後方に回り込む。あとは敵の背後からもう一度レイン川を渡り、おとりと共に攻撃する。賭けだね。嫌いやないやろ。まあね。だが本当にそれで失敗すれば負けやろな。けど成功したら勝てる。わかった、すぐに出発の用意を。頼むで。ほなジュディ行こうか。ああ。
だけどガヤク、本当に大丈夫なのか。血の利はうちにある。人の輪はないけどな。あとは天がどっちに味方するかや。ん？雨か。降り続いてくれたらええねんけどな。そうだね。雨は人の声を消してくれる。石膏の報告によると、邪神軍はエベルザードに布陣した模様です。数は？およそ7000。少ないな。十日の途中で襲うつもりなのだろう。4万の兵を7000で止められると思うか？それだけ連中も苦しいのさ。だが助かった。何がでしょうか？連中が兵力を分散させてくれたことだ。これでアルビダブの駐留兵力は13000。戦いやすくなる。ここを抜けばの話だろ。まあ、そうなるかな。失礼します。どうだ？ダメです。檻からの長雨で増水し、とても渡過できません。ご苦労さん。帰って休め。はっ、失礼しました。この季節に長雨なんてな。作戦の遅れは？13日です。くそ。焦らないでください。分かっている。まあ、とかできないのは連中も一緒なんだ。ここはのんびりと。そうだな。作戦でも練っておくか。いや、お茶を。わかりました。入れなくていい。ヒューポン、会議終わった？何かご用ですか？アンナ、ご飯できたから呼びに来たん。お食事ですか？うん。なあヒューポン、はよ行こう。行こうって、まだ会議中。まだやんの？そんなんそこのおっちゃんに任せたらええやんか。うっ、おっちゃん。なあなあ、行こうよ。なあて。だから会議が。いいじゃないか、行ってやれば。ほら、おっちゃんもああ言うてるやん。な、行こう。樹筆。なんだ。俺は今、思いっきりお前のことを嫌いになりそうだ。ふん、ちゃんと部下を教育していない罰だ。何話してんの？男の友情のあり方について。そんなんどうでもええやんか。はよ行こうって。わかったよ。じゃあな、ジュシス。ああ。さてと、俺たちも飯にするか。用意させて。頼む。なあなあ。なんだ？おっちゃんらも一緒に食べへん？いや、俺たちは。そうだな、それもいいか。ほな決定。はよ行こ。セシル、お醤油取って。はぁ、それくらい自分で取れませんの？だって手届かないじゃんか。仕方ありませんわね。ありがとう。あんまりかけると血圧上がりますわよ。そんな年取ってないよ。ブロッコリー嫌いです。好き嫌い言わない。ちゃんと食べないと大きくなれないんだからね。はいです。あ、ほらまたこぼした。ごめんなさいです。いいからこっち向いて、拭いてあげるから。
どうだ、タラウェイ。はい。大勢で食べるのも楽しいだろう。はい。キューパー、あーん。あーんって。ルナールさん、何度言ったらわかるんですか？何が？ヒューイ様にベタつかないでください。ええやん、うちら夫婦なんやから。よくありません、タイには風紀ってものが。人気者だな、ルシス様。なんだあれは、楽しいのですか？だからヒューイ様はスープが嫌いで。そうですよね、ヒューイ様。いや、別に。ほら、嫌い言うてないやんか。あ、スープじゃなくて、トマトが。まあ、男としては楽しいだろうな。ルシス様もですか？ああ、どうぞ。ん？何でもありません。いただくよ。どうや、敵は増水のために渡過できない模様です。そうか、まだ渡ってへんか。長雨が裏目に出たね。どうする？敵の陣営はレイン川のほとりに構えています。そうか。ガヤ君、今夜仕掛けるで。いいのか？この雨がいつ止むか分かれへん。そんなん待っとってもしゃあないわ。それに連中も俺らがとかでけへん思うて油断してるやろ。いいんだね。敵に見つかってもうたら終わりや。しゃあない。ではそのように。ああ、頼むで。失礼します。天気我にあらずか。ガヤ君、すまんな、ジュディ。つまらん戦に付き合わせてもうて。いつものことだ。みんな焼いてまうや。ヒューイ様、みんなはもう揃っています。隊長、どうしよう。泣くな。ほんと情けないですわね。少しはこの私を見習いなさいな。セシルさんは怖くないんですか？当然ですわ。この程度の敵、すぐに蹴散らしてご覧に入れますわ。おお、何が楽しいんだか。でもヒューイ様、敵はどうやってここまで来たんでしょうか。あの流れを渡れるはずが。いや、ある。え？増水する前に川を渡っていたんだ。キューポン、敵や。ゆっくり考えさせろよ。大
隊長。迎撃。ですわ。行くぞ。行くぞ。ですわ。とどめですわ。
次、牛。行くぞ。こう。行くよ。行くぞ。こう。勇士様、見ててくださいね。行くよ。やっと私の番ですわ。勇士様、見ててくださいね。やっと私の番ですわ。
行くぞ。どうやってあの流れを渡ったんだ。奴らは空でも飛べるのか。